この世の全ての人が幸せになれるという経典を求め、三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄の4人は天竺へ。目指すは天竺です。しかし妖怪ビッグコブラの恐ろしい企てにより現代の台湾にタイムスリップ。私は何話のパンツに千日前のパンツに、パンツパンツパンツに、すごいわ。つぶらめを分け目のドリルせんのかい。妖怪ビッグコブラとその一味が4人の前に立ちはだかる。仮にしてやろう。果たして無事天竺へとたどり着くことができるのか。吉本新喜劇映画最勇気スパッツハイトンかい。